久保さん、マリオにしましょうか。久保さんもスーパーファミコン、マリオブラザーズやったことあるかないや、俺はゲームなんかやってないよ、みたいな。わかんないですけど。ゲームボーイとかね。僕はあの、ファミコンからスーファミのこの入れ替わりを体験しまして、感動しましたね。なんだこのスーファミみたいな。めちゃ綺麗だみたいな。そう。最初ファミコンだったんですけどね。 ファミコン小学校の時かな、すごい感動しましたね。なんだこれみたいな。うわーみたいな。でも今、なん、なんですかね。<laughs> 今ってもう、もう、クオリティが半端ないですよね。なんだ、だからなんかね、今の、なんか逆を言うと今の子っていうのはあの感動がないのかなって、もう最初からもう全クオリティみたいな。なんかそのクオリティ、もうこれ以上のクオリティ上げるっつったらもう VR みたいな形になってくるじゃないですか。 正直もうなんかもうある一定のクオリティはもう,あもう満たしちゃってるんじゃないかなと。まあ今後もう 3D 化ですよねもうもはや。スマホに出てくる映像とか画質とかはもうある一定で出てきちゃってるので、もうすごいですよね。なんかもうファイナルファンタジーとかもうなんかもう映画ですからねもうもはや。<laughs> ピクセルじゃないもんね。うんだ僕はなんか昭和に、逆に言うと昭和に生まれてよかったなと思いますね。 その時代背景を見れうんで,うんで今もその逆を言うとその昔の今のゲームより昔のなんかそのあの,あのなんだ3んだ今ってねマリオマリオもねもう立体なんですよねでもあの立体じゃない 2D のピキョーンっていうあれがなんか味があって好きですね 時代が変わっても結局なんか昭和っていうのは昭和のなんか好きだなっていうところあるじゃないですかうーんだからまあいろんな YouTuber とかいろんな発信者がいるんだけどもやっぱりそのこっちの味がいいよねと確かに最新のものはあるんだけどもでもそれでもやっぱファミコンとかねスーファミとかねそういうのが面白いよねみたいなうんで実際にこれあの何ですか 最後、あれにしときましょうか。あの、あの、昔のファミコンとかスーファミがやりまくって、あの、芸人さん、芸人、あの、名前なんだっけな。あの、ちょっと、なんだ、あの、あの言っときます。あの、タイトルで書いときます。その名前なんだっけな。まあ、それね、DVD とかも出してるんですよね。DVD とか。 僕の結構ねでもそれ僕前見てたんですよ懐かしいなみたいなはい、はい、だからまあやり方いろいろありますの懐,懐かしくてもいけるって言ってらっしゃる